日本は世界的に見ても魚を食べることを非常に愛する国である。今回紹介する魚はこのブリだ。農林水産省によると、ブリは鮭、マグロに次いで3番目に日本での消費量が多い。ちなみに世界で見るとアイスランド、モルディブ、キリバス等に続いて日本の魚の消費量は第14位となっている。四方を海に囲まれた島国は魚介資源が豊富であり、自然や環境が太古の昔から密接に関係していたことがわかる。日本人にとって魚は一生寄り添う食べ物だと言えるだろう。そして日本人の平均寿命は世界トップクラスである。魚に含まれる良質な油やタンパク質、ビタミンなどの栄養素は認知能力低下や血管の老化予防といった効果を持ち、さまざまな疾病のリスクを減らすことが知られている。魚はうまい、安い、健康にもいい。さらに種類も豊富で料理のバリエーションが多い。ご飯や酒にも合う。しかし現在の日本では魚の摂取量が肉類を下回っている。嘆かわしいことだ。生でも焼いても煮ても乾燥させてもうまい魚の需要が減っているというのだ。一般的に年を取ると魚を好む傾向がある。若い世代はファーストフードや焼肉が大好きだ。しかし思い出してみろ。朝起きてトイレに行き顔を洗い食卓に行くと、そこには炊きたてのご飯と味噌汁、焼き魚、さらに漬物と納豆が置いてある。なんと明太子と卵も準備されている。まるで天国のような状況だ。そんな朝食を一人で全て準備するのはとても大変である。日本のお母さんは今も昔も素晴らしい。それと同時に魚と共に歩んできた日本の食文化、魚の旨味と栄養価を私たちは知っているはずだ。魚の消費量が減ったのは文明が発達した時代の流れなのかもしれない。骨があるから食べるのが面倒か、匂いが苦手か、果たしてそれは楽しみの一つではないかと私は思う。だから私は魚を食べる。若者よ、魚を食え。